ソウルベローは、アメリカの小説家、劇作家。1915年、貧しいロシア系ユダヤ系移民の子として、カナダのケベック州ラシーヌで生まれる。本名ソロモンベローズ。1924年、家族と共に、シカゴのユダヤ人地区に移住。シカゴ大学、ノースウェスタン大学で、社会学と文化人類学を学ぶ傍ら熱烈なトロツキストとなった。 ウィスコンシン大学で人類学の修士号を取得。ミネソタ大学、プリンストン大学、シカゴ大学、バード大学、ニューヨーク大学で教弁をとる。大学院在学中より執筆活動を始め、1944年入隊を控えた男の異常な心理状態を実存主義的な手法で描いたチューブラリンの男でデビュー。以後、順調に創作活動を続け、 ハックルベリーフィンの冒険の20世紀版と目される、オーギー・マーチの冒険、ハーツ・オグ、サムライ・アシの惑星で、全米図書賞を3度受賞し、フンボルトの贈り物で、ピューリッツァ賞を受賞、銀の皿で、オー・ヘンリー賞、さらに1976年には、ノーベル文学賞を受賞するなど、現代アメリカを代表する作家として活躍した。アイザック・シンガーの短編、 バカのギンペルのイデッシュ語から英語への翻訳も1952年に言っている。2005年4月5日、マサチューセッツ州の自宅で死去。89歳。ありがとうございます。